愛にいる野鳥を紹介します。どんな鳥がいるのか楽しみです。それでは早速行ってみましょう。まずはじめに首都アソンシオンにある巨大な植物園にいる野鳥を紹介します。この植物園の大きさは約110ヘクタールです。この植物園には非常に珍しい野鳥が生息しています。また園内にはパラグアイの初代大統領の大邸宅も保存されており、植物や野鳥に加えてパラグアイの歴史にも触れることができます。グアスメトロポリタノ公園はアソンシオン市とルケ市の2つの市をまたがる巨大な自然公園です。その大きさはなんと125ヘクタールになります。休日にはサイクリングやウォーキングを楽しんでいる家族連れが多く、アソンシオン市民の憩いの場となっています。
ニュー・グアス公園は、ルケ市にある自然公園で、パラグアイの人気観光スポットの一つでもあります。二つの人工池、広場、サッカー場、バスケットボールコート、テニスコート、軽食を売っているお店、休憩するためのベンチもたくさんあり、家族や友人たちと休日を過ごすには最高の場所です。パラグアイ川、全長 2621km、パラグアイオニバスを見に行った時に見つけた鳥です。ハトは、日本でもパラグアイでも非常によく見る鳥です。日本では非常に多くのカラスが生息していますが、パラグアイではまだ見たことがありません。スズメはカラスと同様に日本では一般的な鳥ですが、パラグアイではそれほど見ません。